どうも、イニミニ。今回はですね、初のこれことじゃないですか、セクシー女優の松本一佳さんです。松本一佳です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんなコラボする日が来るとは。いや、私も思いませんでしたね。はい、これ実はひょんなことからなんかコラボしましょうみたいな、うんうん、ね、誘っていただいて、 その、まあなんていうんですか、起点となったんが前の作品ですかね、あれ。そうですね、ちょっと何ヶ月前、結構前の2ヶ月前ぐらいのやつ。あ、でも結構最近やん。タオルで1枚で混浴入るみたいな、うんうんうん、作品の中に僕がいたんですよね。いなかった。完全にこうやっておじさんが見つめてたんですけどせいやじゃんってなって、それが結構バズったんですよね。バズってましたね。で、僕それも YouTube で取り上げさせてもらって、まあ、ここ今出てると思うんですけど、もう僕なんですよね。髪の毛の感じで。全然、私は言われるまで全然思わなくて、はい、あ、マジっすか。で、誰かが最初に言い始めた時に、うん、やめろよってめっちゃ思ってたんですよ。あ、勝手にもう本人届いたらマジで嫌だとかめっちゃ思ってたんですよ。全然嫌じゃないんですよ。っていうのを気になんか、わ、面白いなっていう。で、松本さんも YouTube やられてて、うんうんうん、でも普通にコラボしましょうっていう話になって、で、今日このなんかスタジオに呼んでいただいたんです。ここがマジで撮ってるとこらしいっすね。そうですね。セクシービデオの現場初めて来ました。おいでませ、おいでませ、来ました。だからこのソファーとか何人かがこう、もうやっちゃってますね。もうすごいやん。何人かフィニッシュソファー、フィニッシュソファー。いや、ここ多分はじめソファーですかね、多分。ああ、最初の段階ソファー。ああ、そうか、最初のイチャイチャソファー。そう、イチャイチャソファーだし、はいはいはい、最初の人混じりソファーって感じ。人混じりね、してるかもしれないです。90分ぐらいのまずシーン変わりますもんね。変わります、変わります。安定してね、最初の90分の舞台や。そうかもしれない。なるほど。いや、初めて来たんですけど、和室とかもあるんですけど、いや、ちょ、爆笑してもだ。いや、見たことありますもんね。岐阜がこうちょっと、うん、確かに、あそこでお茶とか食いますね。そうそうそう、おじいちゃんが、わー、わかんない、いちかさんみたいな、いいやないですかみたいなね。うわ、和室のやつ見たことあるとか。あと、マッサージシリーズ、うん、この出張マッサージ、俺こんだけジェルコのスタジオ。なんか出張マッサージで、うん、このなんていうんですか、その普通のマッサージやのに、うん、ちょっとこうおっさんがいたずらしていって、ね、俺これ合ってる？合ってます。合ってますもんね、俺。合ってます。仕事減っていってないですよね、小林さん。こうちゃんとリスペクトあってセクシー業界をちゃんと見てるからっていうトークですよね。そのマッサージとか呼んで、うん、なんかこの普通に頑張ってんのになんか、はぁーみたいな、ちょっとありますよね、あのシリーズ。とか、なんかやってた和室、俺見たことあるもん、この和室。でも、多分それに似たようなスタジオとか本当にあるんですけど、いっぱいあんねや。ここ本当にこう、ほんまドラマみたいなとこで撮ってんすね、うん、天井もこんな高いんや。なんか、そういうまじまじ言われると確かにってめっちゃ思うんですね。いやー、ほんで、下のエレベーター暗いっすね。思った。びっくりした、マジで。マジ真っ暗ですよね。何にもついてなくてエレベーターも暗いんですよ。めっちゃ怖かった、ほんま。マジで怖かった。ホーンテッドマンションの落ちる瞬間ぐらい暗い。しかも玄関のところもめっちゃ真っ暗じゃなかったですか。真っ暗。こういう山なんか隠れてんのかなと思って、スタジオ自体も。でもそんな感じのところが多いかもしれない。ああ、なるほど。うん、いや、ちょっと初めてこのおしゃべりさせてもらうんですけど、うん、この歴っていうか何年ぐらいやられてるんですか。今年の9月で5年目になります。うん、あ、じゃあまあまあ、うん、まだそんなベテランっていう域じゃないってことですよね、5年って。まだ自分は新人の気持ちでいます。5年で新人なんや。え、わかんない。え、合ってる？どこまで？違うって。あー、もう5年はまあ結構。え、中堅？中堅ぐらいですかね、この業界で言うと。はい。で、僕今回ね、うん、松本さんとコラボさせてもらいます、はい、ただ松本さんと、まあこのなんかニヤニヤしながらちょっと喋んのもいいんですけども、はい、ちょっと一人ね、この業界でコラボさせてもらったら絶対に
絡みたい人が実は一人いたんですよ。一人だけでいいんですか？あ、二人いるんですけど、まずは、あのこの前バズった人、うん、方と、うん、でもう一人は長年の因縁があってそれ見ました、動画見ました？見ました。野島聖也さんと知ってます？知ってます。え、同じ作品出たことあります？何回かあります。あんねや。はい。知らない方のために言いますけど、もう何年前やろ、ね、もう多分 M1 とって次の年ぐらいにまずチコツちゃんにしこられるっていう作品が出たんですよ。あのぼーっと言ってんじゃねえよっていうで、それのパロディなんですけど、うんうん、もう完全に霜降り明星せいやとして出てるんですよ。でその時は野島誠っていう名前でやってたんですけど、めっちゃ似てて、僕の漫才師匠とかも来てて、で僕が売れ出したら、うん、その人が改名して野島聖也になったんですよ。なんなんの、それは聖也を襲名したんですよ。でその聖也さんと、うん、作品も何回も撮ったことあるって言うんですね。はい、あります。いや似てません？でもちょっと似てるかもって思ってきました、髪型の感じとか。似てるでしょ、うん、でいろんな先輩芸人に、いやお前出てきたから途中で泣いたわってめっちゃ聞くんですよ。その野島聖也さんがあの松本さんとコラボの時やったらいいよということで、うん、実は今日呼べたんですよね。だから初めてのご対面。は、対面なんですよ。いいですか？全然。じゃあ野島聖也さんです、お願いします。うわーうわーあっ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 あなんですか、なんですか、顔きたな、にゃんこスター、あーなんか、えーえーえー、はいはいはい、あ松本さんストップ、はいはいはい、あっ、これが本物だ、顔きたな、なんなんすか、せやな、俺が、ちょっと待って、ちょっと待ってください、顔なんなんすか、顔きたな、あー、俺がせやだ、やばー、ありがとうございます、野島せやさん、これはやばいわ。あ、おいおいおい、びっくりした。あ、本当ですか。ピンマイク触って、チンチン、その業界の挨拶やばと思って今。チンチン触ったのかなと思って。ピンマイクですよね。ピンマイク、ピンマイク。びっくりした、バッテリー。いやいや、今30秒ぐらい僕、息できなかったですよ。酸素吸えなかったです。なんすか今ギャグの応酬。いや、俺がせいやだよ。なんですか、あ、いやー。あ、いいえ、はい。僕は死にません、僕は死にません、俺こんなん、死にません、俺こんなんなん、ゲーフ、あなたが、あなたがつけたから、マジすぎる、僕は死にません、俺こんなんなん、モノマネされたら、待って、いや、俺の最新の漫才師匠ですよ、待って、カオス、すごい、6時中の好きと言って桑田さん、すいません、もう二度と桑田さんの曲歌わないです、すいません、ちょ、何してんねん、野島さん、あ、おならしちゃった、おならしちゃった、おならかい、ソフトバンクのおならみたいな、プー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 、いや、やばいやばい、バンされちゃう、喋り続けてる、 YouTube バンされちゃう、いや、あなたのせいでね、おいブリ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 、あ、来た、出ちゃった、出た、あ、すいません、え、俺こんなんだ、俺のモノマネ芸人ってこうなる、すいません、じゃ野島さん、ちゃいますやん、はい、やっと会えましたやん、あ、ずっと会いたくて、会いたくて、僕も会いたかったんですよ、ありがとうございます。もうめ、もういや、これやっぱいや、似てますよね、この雰囲気というか、でも、一緒にいたら本当に似てるかもしれない、いや、俺の顔やばいって、これがデフォルトなんですか、似てる、いや、これ落書きなんなんですか、ほんで、いや、いや、なんか普通に似てる回を撮りたかったんですけど、切ったね、いや、朝起きちゃったら、こんなことあります、これがまあ基本のメイクってことなんですかね、ほんで途中で解明したでしょ、野島誠でやってたのに、え、いやでも今はね、あのまた解明して、え、野島聖也になってそっから解明したんですか、黒光坊太郎です、え、今
名前黒光坊太郎、はい、黒光坊太郎が僕の衣装を着てやってるんですか。俺がせいやだ。いやいや、もうこのゾーン嫌やねん。俺このリーチ嫌やねん、めっちゃ外れるから全部このリーチちょっと、ね、でもずっとずっともう追いかけて、はい、追いかけてくれ、日本放送からもうお家に帰るの追いかけて、いやそれストーカー、いや粗品の最近あったやつね。でもいやこうやっぱセクシー業界の方ぶっ飛んでんすね、やっぱり。そう思えてほしくないんだけど、なんで飛べないの。野島聖也から今黒光坊太郎、はい、勝手に本当にすごい、なんで飛べないの。黒光坊太郎さんは、はい、違うでしょ違うんや。松本さんどういうことですか。ノジじゃないの、野島さん。聖也だ、聖也だ、わかんない。俺せやだ。ねえ、ちょっと。シッシッシッシや。シッシッシッや。シッシッシッや。シッシッシッや。このギャグ捨てます。このギャグまあ捨てるんですけど、一回イベントで、実は、僕呼ばれてるんですよ。桜絆さんの、チコツちゃんのやつで。でも、野島さんが忙しすぎて、で、今回のコラボも、まあ、1ヶ月ぐらい遅れましたよね。そうですね。野島さんが積もれなくて。そうなの、野島のせいだ。そう、いや令和ロマンより忙しいんですよこの人。誰よりも忙しくて、ようやく会えたんでめっちゃ嬉しいんですよ。ピエン、ビエンデピエン。あ、出た、ビエンデピエン。あ、そのセクシービデオの時と一緒っすね、この感じで。うんうんとか言って、いや、いじめられたりとか。現場の時の方がまだおとなしい方です、これやばい方。でもこの受け身多いっすよね、野島さんって。受け身多いですね。この感じで、なんだよなんだよみたいな、このキャラでこの女優さんに責められるみたいな。でも今日は本当にいつもよりもうんってなったの。あ、もうちょっとテンションが、いやもう本当ね。会いたかった、会いたかったね。じゃあどこでスイッチ切り替わった。ずっとストーキングしてたんですよ、もう。そうですよね。おはようからお休みまでずっと見つめてたんですよ。いやそれライオン、ライオン、おはようからお休みまで暮らしを見つめるライオン。いや、これね、最高っすわ。いや、これ最高。ほんまに、いや、ちょ、なんでそんな、この波が怖すぎて。で、この衣装どうやって仕入れたんすか。いや、そうそう。そう。ええー、監督さんが。すごい。いや、だって、僕の前の衣装も、M1 優勝した時の衣装も持ってるんですよ。だから僕と衣装の数一緒なんですよ。2着ね。もうすげえ。まんまマジで作ってますよ、黄色ネクタイとか。ありがとうございます。すごいやん。これどこで買ったの。めちゃくちゃ探して、同じの、そうですよね。で、ブランドを調べて、メルカリで買いました。メルカリなんだ。へー。めちゃくちゃ探した。今日のために。ちょっと前に、その、野島さんとその、いっちゃんで、その、似てるやつを取ろうとしたんですよ。なるほどなるほど。この衣装を着させて、はいはいはい、絡みを取ろうと思ったんですけど、はいはいはい、プロデューサーからやめてくれって言われて。よかった。そのプロデューサーよかった、まともで。一応用意はして。いやいや、吉本もこれ許しちゃダメでしょ。なんでこれ許されんねん。これで絡み始まるの意味わかんないでしょ。ダメか。いやダメです。だって一回もなんかその聖夜役で俺見たことありますもん。その聖夜が楽屋で追っ始めるみたいなで。せいや似てるとかじゃなくて、せいやですとか言いながらエッチするなんかシリーズもありましたよね。どうしたね。いや、すげえな、野島さん、ようやく会えましたよ。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうほんえ、この髪型とかも僕に寄せてくれてるんですか。いやいや、自然だと。おいくつなんですか、今。今、1万6千歳。と3ヶ月です。いや、じゃあ見た目相当若いですよ。1万6千歳と3ヶ月ってのは肌めっちゃ綺麗ですよ。あ、嘘ついてました。あ、嘘かい。何歳なんすか。17歳と3ヶ月魔法少女せいやちゃんです。はーい、ウィーンウィーンジョマー。お前はもうはけろ。戻ってこい。戻ってこい。怖い。まあ全部切って、じゃあ、
なんでこの業界入ろうと思ったんですか。いやまあなんか政治家になろうと思った。政治家かセクシー大の二択。そうそうですね。すごいな。立身弁のせいですからね。あ、政治家。はい。そういう職業があるんですか。はい、政治家になりたい。はあ、もうじゃあもう性がやっぱりすごいっすね。性がすごかったっす。はあ、いや良かったっす。政治家ニューすごいっすね。ずっとこうやっちゃう。にゃー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 レディフォーダーにゃーあれ猫や急にエロくもなんともない。ここ押してもらっていいですか。え、ここはいポチペイペイあれ支払われたワオンワオンやこれはよく現場でワオンカード。これは現場でよくやってくる。これ現場でよくあんねや。はい、やってくれます。えあ、プルルプルルポテトが上がりました。ウフフやなくてなんでなんでポテト上がったんですか。いや面白いんですよ。タラララララン、タラララランあれ電車来た。いやでも、はい、僕も21歳ぐらいの時、やってました。一緒ってことはい、乳首乳首かぶり おみくじっていうのを楽しい。乳首触ってもらっていいですか。いいですか、はい、ここですか。うん、小吉あー小吉出ちゃった小吉。もっとちゃんと触るな。中吉あー中吉大吉出ると思ったのに中吉、うん、あー大吉感性も似てます。あ似てますね。びっくりした。いややっと会えましたね野島さん。あー本当に嬉しいわ、はい、嬉しいです。でこれどういう作品で絡まれたんですか。え最近ですか。はい最近はそれこそ本当にせいやさんに似てる。え言っていいのこれ。あなんか推しがせいやさんみたいな感じで、はいおじ二人がいるんですけど、はい、そのおじ二人がすごいせいやさんに似てるから、はい、二人とやっちゃうみたいな。いやだから俺が出てるってことですね。その構成的に。いや出てないです。ちゃうんやん。似てる似てる。せいやに似てることをちょっとやるみたいな。そうすごい。それ許さすごいっすね。おもろいな。野島さんがまあこれちょっと生々しい話になりますけど、1日この何発ぐらいいけるんですか。1日まず4回すごいな。本当にへえすごすごいですか。それやっぱ普通の男優さんでもなかなかない、うん、いやなんか嬉しいです。この似てる男優さんがやっぱそのバイタリティある方が、うんうんうん、すごいすごいな。ちょ野島さんとがっつりトークみたいなで一本考えてたんですけど一本ならないっすね。なりません。だからちょっとあの人呼びましょうか。もう一人もう一人のだからこれ3人集まったらこう死ぬって言われてるんですよ似てる人が。だからほんまに俺今日死ぬかもしれません。あのドッペルゲンガー現象がねもしかしたら起こるかもしれない。この、写真今出てると思うんですけどもこの方にも実は来てもらってます。だからちょっとせいや、せいや3人で芸人とセクシー業界を盛り上げる3人でちょっと並んでみたいと思います。了解です。で松本さんそれを見届けていただけたら。わかります。はいじゃあそれではお願いします。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。